泡盛残波プレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社比嘉酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩きレポーターはじめちゃんでございます。本日私は、出張飲み歩きということでですね、嘉手納、お隣のね嘉手納町にお邪魔しております。さあ今回ご紹介するお店はですね、嘉手納のね新町通りにございます森蔵さんでございます。さあ森蔵さんね、島酒バーという形でですねやってると、まあ、島酒、ね、お酒、泡盛がね中心に置かれてるお店ということでございます。私まだちょっとね中入ったことないので、どういったお店なのかというのとても気になっております。さあ泡盛残波、またどういった種類置かれてるんでしょうか、気になりますよね。皆さんぜひ皆さんにご紹介したいと思いますので、それでは行ってきます。はい、それでは私早速店内お邪魔しております。さあ森蔵さんのオーナーさん来ていただいております。それではお声聞きましょう。こんばんは。はい、こんばんは。お名前の方お願いいたします。安森清秀です。安森清秀さん、はい、はい、お店森蔵さんのオーナー様でございますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、早速ですがこの森蔵さん、オープンされてどれぐらい経つんでしょうか。4年ですね。4年、はい、結構もう最近といえば最近ですかね。そうですね、はい、僕の中ではちょっと古い、もっと経ってるんじゃないかなって思った。古いからじゃないですかね。そんなことありませんよ、ね、あの出身は嘉手納で。そうですね、もう近くですね。近くで、はい、もうじゃあ地元でこちら経営されてるということで、はい、いかがですか。あ、もう皆さんね、なんていうのかな、嘉手納町の皆さんに喜んでもらえる店になって、皆さんに感謝してますよ。はい、はい、ではそういった森蔵さんですが、こちら座席の方はいくつぐらいあるんでしょうか。ボックスとカウンター合わせて25席ですね。25席、はい、結構入られますが、どういったお客様がご来店されますか。だいたい40から50代間、40代ぐらいの前後ぐらいかな、うん、が結構、うん、はい、こちらお店、まあ、こだわりっていうのはどういったところがあるんでしょうか。ですね、店自体が島酒場森蔵ということで、青森を専門にちょっとやってるような店で、まあ、青森だけじゃない、もうあとにある青森だけじゃないんで、一応、まあ、ちょこちょこあるんで、青森飲めない方も一緒にメンバーと一緒に来て他の酒を飲めるということで、一応やってます。はい、それではですね、こちら森蔵さんのですねアルコールの種類伺ってみたいと思います。まあ島酒場ということでね、島ね、青森の種類も結構多そうですがね、どれぐらいあるんでしょうか、聞いてみましょう。さあ安森さん、これどれぐらいお酒、まあアルコールの種類から聞きましょう。どんなアルコール置かれてるんですか。主にやっぱり青森で、あとはビールで、まあシャンデーガフとかデッドアイとか、まあこんなビール系統のものとか、あとワイン赤と白で、ちょっとしたウイスキーもグラス取りで提供してるんで。ウイスキーの方も置かれてる。はい、やっぱり結構お酒の種類は豊富ですね。ですが、まあ、青森ね、これの種類もちょっと伺い、青森何種類ぐらいこちら置かれてるんですか。以前は46種類でしたけど、今現在は40種類ぐらい置かれてますね。もうじゃあ沖縄で飲める青森はほぼここにあると。ありますね、はい、すごいですね、はい、これはすごいですね。青森があるということでございます。まあその中で、まあ、ちょっとね聞いたらあると思いますけどね、聞きましょう。青森残波置かれてますでしょうか。後ろにあります。並べました。はい、なるほどね、後ろの方で、ね、並べていただいておりますが、ね、ちゃんと青森残波あります。で、青森残波種類はどういった種類あるんでしょうか。5種類ありますね。5種類、はい、どういった種類ですか。ブラック、白、はい、でプレミアで、グリーン、100% 5種、はい、で誰もめったに分からないんだろうね、43度の残波、はい、以上です。はい、43度までね、こちら森蔵さんでは置いているということでございます。なかなかね、この5種類の、まあ、クースも含めての青森が揃っているのはなかなかないんですけどね。はい、ね、自分が飲みに行っても多分めったにないんじゃないですか。置いてるところは。はい、プレミアとかよく見ますけどね、ブラックとかの、ね、まあ、上 の, グリーンとか、この43度とか、
なかなか見ないですね。はい、それではこちら、ね、森蔵さんのですね、青森残波に合う一品伺いましょうと言いたいところなんですが、森蔵さんフードのメニューはやられてないんですよね。そうですね、以前はやってたんですけど、ま、フードを出すよりはお通しで勝負しようかなと思って。というわけでお通しが出てくるということですか。お通しはどういった種類があるんですか。まあ、来ないと分かりませんね。その日の気分でいろいろ作ってるんで、はいはい、その日の気分で ということは安森さん自身が作ってる。そうですね、はい。まあ、中にたまにスタッフが作るときもありますけど、はい、ね、安森さん手作りのですね、お通しという形でね、ぜひね、皆さん食べていただきたいと思います。まあ、得意とされている、まあ、このおつまみ お通しというのはどういったものですか。まあ、テコンで作るのが早期、はい、早期とか、あとソミンチャンプルも結構、喜んでもらえて、で、まあ、メインはだいたい豆腐にスクグラシとかそういうような簡単じゃ簡単なんだけど、そういうのを、まあ、結構皆さん喜んでいただいて、そういうの結構出してます。というわけでですね、まあ、お通しと、まあ、侮るなかれということで、もう安森さんオリジナルでですね、味付けもされてますので、ぜひ皆さん味わっていただきたいと思います。またこれが青森残波に合うんですよね。はい、もう飲んで食べてみたらすぐ分かります。はい、ということで、この皆さんね、このね、笑い声がね、皆さんには届いていると思いますので、ぜひね、このお通しもつまみながらですね、青森残波味わっていただきたいと思います。はい、それではこちら森蔵さんのですね、営業時間伺いましょう。営業時間は、午後7時から、2時、たまに勤労は延長して3時とかあるんで、看板消えててもドアノックしたら開く時もあります。よろしくお願いします。すごいですね。ね、まあ、時間ね、お客様に合わせて延長されることもあるということですが、まあ、基本は7時から2時ということでございます。定休日は、木曜日となってますけど、それもまたノックすれば開く時がありますので不定休ということで、はい、よろしくお願いします。はい、不定休ですがね、ということでございます。まあ、通常は木曜日ということですね。はい、木曜日です、はい、木曜日ということで今しておきましょうね。ノックしてください皆さんね。はい、それではこちら森蔵さんのご連絡先お願いします。お店の電話番号は、098-957-1088 で、個人的に電話するときは携帯の方に、090-1948-9794 となってますので、よろしくお願いします。あとフェイスブックで森蔵安森検索すれば、自分のお店の状況とかもアップしてるんで、これ見ていいなと思ったらぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、というわけでね、まあ、フェイスブックとかでね、 SNS もね、活用していただきながらね、ぜひ多くの方に来ていただきたいと思います。まあ、このお通しとかのお写真も載せてるんですよね。はい、もう見分けるぐらい載ってるので、よろしくお願いします。はい、ね、まあ、新作の、ね、お通しが、ね、発表されることも、ね、多々あると思いますので、ぜひ、ね、皆さんチェックしていただきながら、ね、こちら森蔵さんでお酒青森楽しんでいただきながらですね、まあ、仲間とワイワイしていただきたいなというふうに思います。本日はですね、カテナにございます森蔵さんお届けいたしました。安森店長、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。島浅川森蔵は、飲酒運転撲滅に協力しています。飲んだら乗るな、飲むなら乗るな、以上です。今夜も青森残波で乾杯。琉球青森残波プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。